まあ、しかし非常に残念なのは、この法案は国民に法律を守りやと、ルールを守りやというものなんですけれども、法を守らない裏金を作った自民党が政権与党としてこの法案を成立させるということは、これは現場の警察官にとっても迷惑極まりないことです。この法律が成立し、現場でこうなるわけですよね。現場で大西さんって前の委員長ですよね。なんで何回も何回もやつやって、はい、委員長の面汚しじゃないですか。質問を続けてください。場内静かにしてください。杉田水脈さんですよね。杉田水脈さん裏金議員じゃないですか。なんでやじってるんですか。国民の信頼が低下しているということを言っている。しかし非常に残念なのは、この法案は国民に法律を守りやと、ルールを守りやというものなんですけれども、法を守らない裏金を作った自民党が政権与党としてこの法案を成立させるということは、これは現場の警察官にとっても迷惑極まりないことです。